ウクライナのリボン。リボンは非暴力抗議の一般的な象徴キエフでの親 EU 派集会。2013年11月27日野党指導者のビタリー・クリチコとユーリー・ルゼンコが欧州広場でデモ活動者たちと共に並ぶ共産党指導者、ウラジーメル・ミルレーニンの像を守るベルクとの警戒非常戦。11月24日、ユーロマイダンデーのムスタファナイム。 2013年11月23日キエフでの抗議活動。2013年11月24日キエフでの親 EU 派抗議活動。2013年12月1日マイダンでの野党指導者3人ユーロマイダンのタイムラインでは、ウクライナで2013年11月21日の夜に始まったユーロマイダンのデモ活動及び市民合同の推移を 時系列に沿って説明する。緊密な欧州統合を求める大規模な民衆抗議活動のうにりは、その後数ヶ月にわたって進展し、アザロフ政権の辞任とヤヌコビッチ大統領の追放で頂点を迎えた。2014年1月25日までに、ウクライナにおける広範な腐敗政治、権力乱用、人権侵害が認知されて、この抗議活動は勢いを増した。 ユーロマイダンが始まったのは2013年11月21日の夜、最大2000人の抗議者が独立広場に集まった時で、ソーシャルネットワークの助けを借りて組織化が始まった。2013年11月21日に EU 連合協定の調印を保留する、ウクライナ政府の布告を聞いた後、野党の全ウクライナ連合、祖国党首アルセニーやツニュクは、ツイッターを経由して、 独立広場での抗議を呼びかけた。korspondent.net r, r e,、S P o N D e N、T. 上では、ユーリ＆リーブのブログが、その日、二十二時三十分に独立広場に集まるよう人々に嘆願していた。約二千人が十一月二十二日の晩に独立広場に集まって、ウクライナの EU 加入統合プロセスを停止するという。ウクライナ政府の決定に抗議した。その翌日、野党及び。 親 EU 政党がこの抗議行動を主導した。11月24日に大規模な集会が行われ、5万から20万人にも及ぶ人々がキエフの独立広場に集まった。ウクライナと EU の旗を掲げた親 EU でも参加者は、ウクライナは欧州だと唱え、集会のため広場に向かって行進する際には国家を口ずさんだ。 これは2004年のオレンジ革命以降で最大の抗議であろうと報道各社が伝えた。抗議者の少数集団が政府庁舎の襲撃を試みたので警察は催涙ガスを使用して彼らを追い払った。抗議側もまた催涙ガスや一部で爆竹を使用した。検察庁によると11月24日から12月13日にかけて警官200人と 学生18人を含む400人以上が負傷した。11月25日、投獄された元首相のユーリア・ティモシェンコは、ヤヌコビッチ大統領が進化した包括的自由、貿易協定への署名を渋っていることに抗議して、ハンガーストライキを開始した。11月26日に、アザロフ首相が語った、連合協定に関する交渉プロセスが継続している、ことを、 私は全権をもって断言し、我が国をヨーロッパ規格に近づける。作業の動きは1日も止まっていないとの声明は、その声明が発せられた閣僚会議中に政府庁舎を封鎖した抗議者らを沈静化させるには至らなかった。同日、キエフ市は約2000人の学生が集まった独立広場に暖房テントを設置した。キーウポスト氏によれば、これは 仮に今週 EU との連合協定に署名しない場合、政府に辞任を要求するケースが多いだろう。デモ参加者の同士だと自分たちを見せかけるウクライナ当局の企みの一環とされた。同日、抗議者のソーシャルメディアのアカウントがハッキングされ、まとめニュースや解説の代わりに不穏度なメッセージが投稿されたことが報じられた。数千人に及ぶ ウクライナ人が欧州統合への支持を表明し続け、ビリニュスにて EU との連合署名を拒否する、ウクライナ政府の決定に抗議している様子。2013年11月27日、キエフ市11月26日と27日、リトアニア国会議長のロレタ・グラウジニエンと、ポーランド共和国会議員のマルシン・シフィッチキが、独立広場で抗議者たちに話しかけた。 ルスラノに似た音楽奏者が独立広場のデモ参加者に向けて演奏をした。11月27日、ハリコフ工科大学の職員が授業の出席状況をチェックして、キエフでの親 EU 集会に出席する不登校生徒を追放すると迫ったことが報じられた。他の大学では事務局側が学生に向けて親 EU の抗議活動への参加。 SNS への政治解説投稿、ウクライナ EU のリボン着用などを禁止した。ユーロニュースによれば、キエフの抗議者の数は1万人でその多くは、学生だった。親 EU の抗議者たちで溢れかえった独立広場。2013年11月27日、11月28日正午には、約3000人が、独立広場に集まった。政党のシンボルは、 なしで、ウクライナ国旗と欧州連合の旗のみが掲げられた。夕方までに群衆は4000人に増え、ウクライナの人気アーティストが再び楽しませた。11月29日、ウクライナがビリニュスでの東方パートナーシップ首脳会議で連合協定に署名しなかったことが明らかになった。キエフの抗議者数は1万人に膨らんだ。リビューでは、抗議者数が約2万人だった。 キエフと同じように、リビウの抗議者たちは手をつないで人間の鎖を形成し、ウクライナと EU を象徴的に結びつけるものとした。ユーロニュースは、キエフにいる抗議者たちが、この集会を続けるべきだと考えていて、第二次、アザロフ政権とヤヌコビッチ大統領の辞任を要求した、と報じた。攻撃前夜の独立広場、11月29日、ベルクトが、 抗議者を攻撃。11月30日の夜11月30日の夜4時に、警棒、スタングレネード、催涙ガスで武装したベルクト特殊部隊が攻撃を仕掛けて抗議者全員を独立広場から追い払い、携帯電話の通信を制限した。ベルクトが非武装の人々を数百メートルにわたって追いかけて、警棒や足で彼らを叩いている際、 警察は抗議者だけでなく独立広場周辺にいる他の民間人も攻撃した。当初、民兵襲撃の結果として、ロイターのカメラマンを含む35人が負傷した。他の抗議者は拘留され、その大半が学生だった。9時20分に、ベルクトがセームイハイールオーゴンドーム修道院を包囲すると、負傷者を含む約50人のユーロマイダン活動家は、 そこが侵略されざる場所だと気づいた。警察の広報官は、抗議者たちがクリスマスや年末年始のために広場を飾る準備を妨害しており、彼らの投石や木材放火を咎めたものだ、と警察の襲撃を正当化した。内務大臣のビタリーザ・ハルチェンコは、後に、機動隊がその権力を乱用したと主張して謝罪し、徹底的な調査を約束した。 国営テレビを通じて彼は大人数の騒乱に関する連絡があれば我々はこれに厳しく対処すると付け加えた。公式声明の中でウクライナの検察総長は79人がこの襲撃中に負傷して10人が入院したことを認めた。このほか、警察官7人も負傷した。独立広場はベルクト隊による監視が続けられていたので同日13時までに セームイハイイル修道院近くのセームイハイイル広場で別の自発的な集会が開かれた。欧州連合約10カ国の大使、特にウクライナ駐在 EU 大使のヤン・トンビンスキーが抗議者たちを歴訪会談した。ウクライナのネット放送局によると16時までに許さないぞ革命と叫んでいた約5000人がこの会談で集まった。セームイハイイル広場で抗議者たちは 自衛部隊を形成し始めた。30日の晩には約1万人の抗議者が残っており、土曜日の夜にあと1万人がリビューからキエフにやってくると推定された。11月30日、野党の祖国党ドル自由党はウクライナ全土のナショナルレジスタンス本部を設置した。街頭でのトラクター襲撃作晩を行われたユーロマイの平和的な抗議者を呼び、 報道記者に対する暴力的な警察の取り締まりへの報復として12月1日にキエフ繁華街のいくつかの場所で一連の暴動が発生した。1991年のウクライナ独立以降でこの日は単一事件で警察により負傷した報道記者の数が最多となった。また12月1日は同国の現代史において初めて公共の建物が 抗議者たちに占拠された最初の例となった。ビタリクリチコがキエフの独立広場にいる群衆に呼びかけている様子が生中継で広場の大画面に映ったところ。12月3日暴動の翌日、平和的な抗議行動が続いて、キエフの独立広場を参加者数万人が占拠し、数千人が中央政府庁舎を封鎖した。BBC 特派員によれば彼らはほぼある。 主の軍事キャンプを設立し、デモ会場周辺に非常に印象的なバリケードを築いたという。ニューヨークタイムズ氏はこの広場を奇妙なお祭り騒ぎと説明して、抗議の指導者たちは勢いが自分たちの優勢に傾いたことを感じ取り、その活動でインフラを追加し続けて、テレビモニターを持ち込んだり、小さなテント村を立ち上げていると付け加えた。他の地域では、リビーブ。 テルノーピリ、イバーノフランキーウシク州がこの運動と連帯してゼネストを発表した。内務省により1000人の国内軍がキエフの主要な政府庁舎周辺に配備された。独立国家と自治に関する議会の委員会がアザロフ首相の第二次政権に不信任投票を勧告し、12月3日にそうした投票への道を開いた。 キエフ市議会の建物は抗議者たちに選挙されたままだった。キエフ市議会の勤務者は入室と勤務を依然として許可されていた。12月3日、不信任投票で議員186名がこの動議を支持するも、地域党を除いた全議員が投票を棄権し、少なくとも可決には226票が必要だったため、アザロフ政権は生き延びた。しかしながら、 この投票を支持しなかったウクライナ共産党は12月4日政府の経済施策を根拠に彼ら自身の不信任案を提出すると述べた。仮に12月3日の同議を支持した議員186名が12月4日の不信任動議の支持に回る場合12月4日の動議は226票以上となって可決する見込みとなった。議会へのスピーチでアザロフは キエフ市業政府を占拠している抗議者に対して、君たちを排除するため武力を行使することもあり得ると警告した。12月3日の朝、ユーロニュースは、キエフの状況を、現時点では穏やかであるが、緊張は高いままであると述べた。機動隊との衝突は、議会の外で起こった。午後、膠着状態の中数千人の抗議者が、独立広場に集結し、野党の指導者が、 情熱的なスピーチを行った。スピーチの後、群衆が大統領官邸に移動した。内務省によると、12月3日の夕方に、デモ参加者1万人以上が、独立広場に集結した。また、事件が記録されていないことにも言及した。デモ参加者たちは、同広場に約10の軍用テントを張るようになり、そしてフレッシューティクにも約10のテントを張り、 また、ウクライナの芸能人たちがデモ参加者を楽しませた。インテルファクス通信イコール、ウクライナ支部は、野党党首のアルセニーや戦クオレーフチャフニボーク、ビタリ・クリチコが同番に海外の大使と会談したことを伝えた。その翌日、彼らはキエフでドイツ外相のギド・ベスターベルと会談した。抗議者たちが看板や旗の飾り付けで、 マイダンのクリスマスツリーを築き上げているところ、12月5日、数千人のデモ参加者が独立広場で集会を続ける抗議行動が続いた。インテルファクスの特派員は、広場の状況は穏やかで木製のバリケードが通りに、いくつか設置されたと報じた。インテルファクスイコールウクライナの特派員は、警察のバスがベルホーブナラーダに通じるいくつかの通りを封鎖し、 約150人の自由党旗と、ウクライナ民族主義の赤と黒模様の旗を振る、者たちのうねりが、ウクライナ閣僚の庁舎の中央入り口正面で、決起していたと報じた。一方、数百人の地域党支持者とヤヌコビッチ大統領は、マリーンスキー公園の広場に、金属フェンスで囲まれた陣営を張った。キエフでの OSCE 安全保障会議は、予定通り進行した。 著名な報道記者で、マス情報研究所の元所長だったビクトリア・シュマルは、12月6日に、ウクライナ国家安全保障、国防会議の初期アンドリー・クリューイエフが、テレビ管理者と面談して、ユーロマイランの報道を制限するよう要請したことを報告した。これは、アザルフ首相の国内メディアの批判的な声明と、並行して行われたもので、彼が言うには、 政府指示派集会への報道が不足しているのは、報道に不相応な変更で、どこも一視点だけによるものが、支配的で、民主主義から離れた現実の歪曲があるとのことだった。同日、OSCE 内にある、民主主義人権局のヤネスレ・ナルチッチ局長は、政府庁舎の封鎖を抗議者は解除せよという政府側の、要求が、合法的で、集会の自由上で許容される制限と完全に、 一致していると主張した。ただし、彼は、キエフ中心部でのデモに対する11月30日の裁判所禁止令を、デモ行為、言い換えれば平和的な集会に対する全面的禁止は、不適正であり、ウクライナによる OSCE 協約の違反であるとも述べた。12月6日、収監されていた、元ウクライナ首相ユーリア・ティモシェンコは、 ラクフタ署名へのヤヌコビッチ大統領の抵抗に抗議して11月25日より始めていたハンストを終了した。同日、警察及び裁判所の命令により、ヤヌコビッチ大統領の指定、メスイヒリアーで計画されていた抗議が阻止された。12月6日、ヤヌコビッチ大統領とロシアのウラジーミル・プーチン。 大統領の間で予定外の会談が、ロシア南部の都市、そっちで開催された。ウクライナ外省のレオニード・コザラは、そっちで調印された、共同合意は主に宇宙、航空機建設、工学分野だと述べた。アザロフ首相はこの事案を承述し、両名は、戦略的パートナーシップ協定の基礎について討議し、貿易及び、経済問題に関する紛争を解消するために、 会談したと語った。そして別の発表では12月17日に大統領がモスクワを訪問し、そこで主要合意が署名される予定だと報道記者たちに伝えられた。これがヤヌコビッチに向けた厳しい警告を野党党首や税肉から出させるものとなり、彼は仮にヤヌコビッチがロシアとの関税連合について何らかの署名を試みるなら、 それが抗議の波をさらに大きくするだろうと発言した。その後、エコノミストのエドワード・ルーカス編集長は、自身の外交筋を引用して、すでにヤヌコビッチは、ロシアとの協定に署名しており、これには、後日関税連合に加入する合意と引き換えに、ウクライナが50億ドルと、天然ガスの値下げを受けるという条件が含まれている、ことを、ツイッター上で報告した。このニュースを聞いて、 野党党首らは怒りを表明し、この区段の文書を直ちに公開するよう要求した。ロシアとウクライナの政府は会談中における関税連合のいかなる交渉も断固として否定したが、ロシア大統領報道官のドミトリー・ペスコフは、双方が資金援助と信用保障について議論したことを認めた。また、天然ガス価格をめぐる交渉においても現在はかなり緊密なものとなった。 同時に、ヤツニクは12月17日に計画されている、ウクライナ・ロシア間の戦略的パートナーシップ協定が、ウクライナの関税連合への参加を伴うとの情報を持っていると主張したが、ウクライナ議会がそれを承認する見込みはないと付け加えた。12月10日、ウクライナ外務省は、署名されると思わし気分書は存在せず、当然、 措置会議中に署名された文書も皆無だったと述べた。また、ウクライナの代表団が12月13日に、モスクワでの独立国家共同体経済委員会に出席して、2011年10月18日の自由貿易地域条約の実現局面に至るかが、特に注目されるだろうと伝えた。キエフにて解体された、霊人像の台座によじ登るデモ隊。 12月8日、12月8日は、キエフで大集団抗議の列ができた3度目の日曜日となった。野党指導者らはその日を100万人のマーチと検伝し、参加人数が100万人に達したとすべての野党が主張した。インテルファクスイコールウクライナによれば、当初の報道ではその人数が10万人を大幅に上回ると推定されており、これは 警察の推定と一致するものだった。AP 通信記者他世界の主要メディアは50万人が参加したと報道した。7日と8日に実施された抗議者の調査では、ウクライナ全域からキエフに来た人の92%が自発的に参加し、8%が政党、または市民社会団体の一環で来たことが判明した。動機については、 70%が11月30日の警察による蛮行に抗議するためで54%が EU 連合協定の署名を指示してこの抗議に来たと語った。彼らの要求の中で82%は拘束された抗議者の解放を80%は政府の辞任を75%はヤヌコビッチ大統領の辞任と解散総選挙を求めていた。 集会後、大規模なウクライナ人抗議者集団がキエフにある霊人像を倒した。先週と違って、現場の警察官は記念碑を守ろうとすることなく撤退した。像が倒された後、その集団は、ヤヌコビッチ、次はお前だぞ。と叫び、大土で像を粉砕し、頭部を切り落とし、戦利品として持ち去った。像の代わりとして、 ウクライナ国旗と赤と黒の放棄軍旗が立てられた。自由党は、彫像破壊を自分の手柄にしようと、幾人かの党議員が群衆に加わってその行為に参加した。抗議活動を支援するため、ベラルーシを立った抗議者は、キエフに向かう途中、チェルニーヒュ近くの国境検問所で入国を拒否された。一方で、別の報道では、ベラルーシ人を乗せたバスのタイヤに交通警察隊が、 穴を開けているところが確認された。同日、地域党の議員オルフッツァ両フは、ウクライナの治安部隊と外務省に、外国の主催者及び政治コンサルタントの強制送還や禁止を要請し、そのスキャン画像を Facebook アカウントに投稿した。この文書で特に挙げられているのは、アンドレアス・ウムランド、スタニスラフ・ベルコフスキー、タラス・クジオ、グレブ・パブロフスキー。 元ジョージア大統領のミヘール・サーカシュビリなどだった。メディアを再生する12月8日に、キエフに結集した約50万人12月9日、早朝、バスイリキーウにある活動拠点が、抗議者の車列によって、以前封鎖されていた特殊部隊の約730名が、ベルクト警察隊の支援を得て非常線を突破し、市内へと流入していった。同日、キエフ警察が、 匿名の爆弾脅迫を受けたことで、市内中心部の地下鉄、駅3つ、テアトラルニャ、フレッシャーピーク、独立広場ことマイダーンネザレージュの土が閉鎖されて、列車は停車することなく通過した。テアトラルニャ駅は、警察が爆発物の可能性についての捜査で何も出なかった、ことで、午後遅くに再開された。午後に、ウクライナ警察がキエフにある、 政府庁舎の前で抗議キャンプを解体し始めたと BBC が報じた。抗議者たちは火曜日までに去るよう猶予が与えられていた。それらは車、バリケード、テントで封鎖されていた。BBC によると衝突は報道されなかったが、キエフ在住記者はこの状況を様々な噂が飛び交っている緊張として、被災たちが警察に武力を行使しないよう彼らを祝福しながら、 促していると説明した。一方、インテルファクス水コールウクライナは、キエフにおけるさらに大勢の警察動向と、抗議バリケードの撤去について報道した。内務省は、障害沙汰を引き起こすのに使用されかねない、シャベルの柄や、その他の物体が、野党の自警団駐屯地で抗議者に配布されている、と警官隊が、私たちに知らせてくれたとの声明を発表した。また、 独立広場においては、何の措置も講じられていないと述べた。野党である祖国党党首のヤツェニクは、デモ参加者に対する暴力について、不満を述べ、自分たちは警官を叩いたりしていないし、武力を行使してもいないし、武器も持っていないし、特別な手段もないと主張した。同志である野党党首クリチコがそれに賛同した。自由党党首のウレイフ・チャフニーボークは、 キエフ中心部でのユーロマイダン集会への攻撃の前に政府が電力を遮断する計画を立てていると警告して、しかし私たちはキャンプの存在を継続するために大対策を使う準備をしていると述べた。彼はまたロシア連邦保安庁と警察が大量無秩序を組織する目的でウクライナに到着したとも警告した。ショッピングモールローボスの外にいる。 ユーロマイダン抗議者とヤヌコビッチの辞任を要求する、垂れ幕。12月9日、12月9日、野党である祖国党のウェブサイトが本部への警察突入捜査を受けて、接続不能となった。ポジールにある彼らのオフィスで、廊下では、機関銃を持った人々が、サーバールームに侵入しようとしていると、祖国党党員のアストップサメリックは語り、そしていくつかの部隊がその窓を抜けて登っていった。 目撃者によると、戦術武装した警察の特殊文献隊がオフィス内の全設備を破壊し、そこには新聞陰部、イブニングニュース、ケンソル、ネット、ウアのウェブサイトも収容されていた。サーバールームは乱雑だと説明されており、オフィス自体は火気回されて、防犯カメラが破壊されていた。AP 通信の記者は、オフィスの荒れたガラスと壊されたコンピュータを確認した。 ケンソル .net の編集者が国境なき記者団に語ったところでは、この襲撃者たちは自己紹介も令状も提示しなかった。彼らは全スタッフに自分のコンピューターから離れて携帯電話を使わないよう命令した。それから彼らは私たちのあらゆる危機を押収した。それはユーロマイダン運動に関する情報を流していたサイトの排除を意図した犯罪捜査だったという。 警察の広報担当は当初警察がその住所で何らかの作戦を行ったことを否定したが後に内務省はオフィスでの不正行為告発に関する刑事事件2件の裁判所命令により祖国当事務所への攻撃が認可されたことを認めた警察が言うにはこの敷地建物に違法に押収した35万時間相当の コンピューター機器がありその会社職員が職権を乱用していたとの通報を市民団体から受けていた。突入捜査中にコンピューター機器、データベースサーバー、文書が証拠として没収された。その後すぐにドルはオフィスを引き払い、このことは祖国等への突入捜査に関連があるとプレスリリースの中で述べられた。キエフで大雪の中隊列を作る機動隊。 12月9日、12月10日午前1時、ウクライナ政府は抗議者が本部として使用している、キエフ市業成長者の電力を遮断した。抗議者たちは、積極的な措置が取られることを恐れたと報道された。同時に、顔を隠した公務員と100人の機動隊が午前1時に、キエフのフルシェフスコホ通り区画にあるバリケードを撤去した。アンドリーシェフチェンコ議員は、 警察が警棒を使ったり抗議者を蹴ったと発表した。数時間後、警察200人が別の通りにあるバリケードへと押しかけ、ウラジメールクリチコを含む数百人の抗議者がその場所に居座った。バリケードを張った陣営をめぐる衝突で、負傷者が警察も含め約12から15人いたと報道された。欧州連合外務安全保障政策上級代表のキャサリン・アシュトンは、 政治危機から抜け出す支援をするため12月10日と11日にウクライナで会合を開いた。彼女は小規模な代表団と共に、ヤヌコビッチ大統領、政府交換、反対勢力、シビルソサイティの代表者と会談した。ヤヌコビッチ大統領はまた、レオニード・クラフチュク、レオニード・クチマ、ビクトル・ユシチェンコという3人の元大統領を揃えて、円卓会議を行った。 会議では、ユーロマイダンでの抑留者釈放、将来の EU 関連改革の実施などが討議され、口間はアザロフ首相会人の可能性について言及した。野党とユーロマイダン主催者はこの円卓会議の参加者ではなかった。この会談で、ヤヌコビッチ大統領は、1997年以来、地域党の政策は、ウクライナとヨーロッパとの統合という、 戦略的目標にあると何度も言っていると主張し、2014年春に予定されている EU ・ウクライナ首脳会談の時期までに EU との連合協定署名が及ぼすだろう。ウクライナへの経済的リスクの最小化に取り組むよう政府に命じた。また、ウクライナと EU 間の関係を正常化するため、片方を EU に、もう片方をウクライナに置く二国間委員会を設けることも決定された。 欧州委員会拡大総局の欧州近隣政策担当、ステファン・フューレは EU には連合協定が経済的利益に害を及ぼさないであろうと確信させるためロシアとの対話を維持する意思があるがこの問題について三者間交渉は行わないと回答した。彼はまた EU には連合協定の締結に向けてウクライナに財政援助を提供する用意があるとも付け加えた。 12月10日の談話で、ヤヌコビッチ大統領は連合協定の署名に関する条件を再交渉したいとの意向を表明して、仮に協定がそのまま署名された場合は、農業業界に多大な困難が起こるであろうと語った。12月10日、自由党党首のチャフニボークは、ユーロマイダンの指導者が、円卓会議に招待されていなかったとの苦言を呈した。同日、クラフチュク前大統領は、 ユーロマイダン指導者たちが12月11日の会議に出席することへの希望を表明した。警官と抗議者の衝突12月11日早朝、残っているすべての抗議者、バリケード、エイ地を周辺から排除する目的で準備を整えた数千人のウクライナ国内軍とベルクと警察隊が独立広場を取り囲み、これは抗議者に対する 決定的活用期せぬ取り締まりだと表現された。気温は低く、摂氏13度まで下がり、これまでキエフで最も寒い冬の夜となった。数名の警察官には、広場の境界からバリケードを片付けるよう命令が下っていたが、敷地内に張られたテントキャンプを除去しないことにもなっていた。市の勤務者は、ブルドーザーとチェーン、ソーを使い、 昨晩の前身から残っているバリケードを撤去した。暴動即発の兆候はなく、機動隊による広場敷地内のキャンプを下ろそうとする試みもなかった。乱闘中に多くの警察が抗議者の列後方に閉じ込められたが、デモ参加者は彼らが再団結できるようにし、一部では彼らの盾を手渡しで返すケースすらあった。その後、警察は再び前へと押し出てきた。 広場の北側で激しい戦いが起こり、そこでは黒いヘルメットをつけた数百人の機動隊がオレンジ色のヘルメットをつけた抗議者の列に対抗して数時間の揉み合いとなった。12月11から12日の夜のうちに抗議者たちによってフレッシャーティック通りの交差点に気づかれた雪と氷のバリケードタクシー運転手と地下鉄の車掌は取り締まりの言葉を広めたり市街地中心部への 乗り物を提供することで、抗議者の決起を組織する際に特筆すべき役割を果たした。午前5時13分までに、群衆は数時間前の5000人から2万5000人へと膨らんでいた。バリケード撤去中の抗議者と警察の対立がデモ活動を再び活性化させたと言われている。警察の出発後すぐにバリケードが再び築かれた。警察は、 労働の曜日が続くため余計な騒音や交通往来の不便さを回避するためマイダンの片付けが夜間に実施されたと述べた。その朝遅くにウクライナ内務大臣のビタリーザハルチェンコは私は皆を落ち着かせたいのです。マイダンが解散することはないでしょう。平和的に抗議に対する人々の権利を侵害している人はいないのです。しかし他人の権利や正当な利益が ないがしろにされることがあってはなりません。首都の通常機能が妨げられてはならないのですと述べた。内務時間は午後に執行機関が警察に赴いて裁判所決定を実行し始めれば、それに応じて警察は関与するだろう。執行機関が警察に援護を要請しない場合は、警察は関わらないだろうと語った。目撃者らは国内軍。 レオパード隊のバス8台がーシュホロドからキエフへと配備を残したと主張した。別の事案でキロボフラードに拠点を置くベルクと警察隊220名の中隊はキエフへの配備命令受け入れを拒否し平和的な抗議者に対する武力行使を放棄したと現地メディアは報じている。内務省はその報道を否定した。デモ隊がキエフ市庁者の外側を囲む民兵に ホースで放水しているところ、12月11日夜通しで活動家たちは、キエフ市庁舎を守るための自警団を結成した。警察は朝方半ばまでに建物の吸収を試みて、バス1台分の機動隊が押し寄せてきた。しかし、消防用ホース、爆竹、発煙筒によって交代させられた。建物への階段も、また氷と食用油で滑りやすくした。午後までに、 フレッシャーィック、視聴者、独立広場にいるデモ隊が相手を食い止め、やがて警察の人数を上回ると警官隊は、その地域を去った。市役所突入時の衝突と膠着状態では、医療援助を要請したのが30名で病院に、送られたのが15名、このうち9名が警官だったと、官庁職員は語った。人々は、足の倒傷、頭の怪我、 肋骨や腕や足の骨折、それと背中の怪我で入院した。キーウポスト氏は警察が前進した際に祖国党のジャケットを着た男性を露骨に警棒で叩いているベルクト警察の例を報じた。負傷者の中には自由党の国会議員、アンドリー・イレンコがおり、彼は頭が血まみれで包帯を巻いて写真に写っていた。アザロフ首相は、 デモ参加者に対して武力が行使されたことを否定し、この出来事を道路の片付けと呼んだ。衝突時に11人のデモ参加者が逮捕された。抗議の指導者ビタリクリチコは、警察の行動を当局による無分別で残忍な行動と呼び、抗議者の数が膨らむお手伝いをしているに、過ぎないだろうと語った。これが当局の成し遂げた最も愚かなことだ。 キャサリン・アシュトンが街にいる時に広場を片付けるためだ。ここの人々は警察国家には住まないと決心しているとクリチコは発言した。この事件はまたキャサリン・アシュトンやジョン・ケリーを含む欧米の政治家からの批判を直ちに招いてしまった。キエフ旅客駅とボルイースピリ国際空港の D ターミナルは数時間にわたって閉鎖され爆弾による脅迫がデマであることが判明した後で、 再開された。また12月11日に、ウクライナのアザロフ首相は、関税同盟の議論はしない予定で、政府は文書の起草中ではない。直ちに噂を止めたいと考えていると発言し、次のロシアとの交渉ラウンドで、ベラルーシ、カザフスタン、ロシアの関税同盟については、議論しないと語った。彼はまた、連合協定への署名に関連して、 ウクライナの経済損失を最小限に抑える条件を提示するとして欧州連合に200億ユーロを要求し、なお党政府はその協定のできる限り早期の署名を支持すると付け加えた。同日、欧州委員会の広報官はウクライナの繁栄そしてウクライナの未来は最高額を欲しがる者が値決めするような要請を条件とすることはできない。 私たちは考えていると返答した。元大統領のユシチェンコは、ウクライナとヨーロッパ統合の経済学に重きを置いて、ヨーロッパの基準を採用すると、実際には4億ドルの費用がかかると推算した。ヤヌコビッチ大統領と EU のキャサリン・アシュトンと、米国ビクトリアヌーランド国務次官補との会談は、継続した。会談後、アシュトンは、ヤヌコビッチ大統領が24時間以内に、 ウクライナの危機を解決するための措置を講じると自分に約束してくれたと語った。一方、ユーロマイランのデニス・シェブチュクは元大統領のクラフチュク、クチマ、ユシチェンコとの円卓会議を去り、これは単なる虚構だと主張した。夕方までに数千人の抗議者が大集団で雪を砂袋にシャベルで詰めるなどしてバリケードを再建した。ヤヌコビッチ大統領は、 ウクライナ国民にあてて、私はあらゆる政治勢力、司祭、一般市民の代表を全国規模の対話に招待します。そのような円卓会議に参加する準備を整えています。との演説を発表した。この演説はまた、政府の行動は全くの法の範囲内であり、平和的な集会に対して武力行使することは決してないと述べた。しかし、 野党党首の野重肉は自分たちの要求が満たされた場合にのみ、会談の可能性があると答えた。そして、クリチコによれば、昨晩の警察の行動は、打結への道を閉ざすものだったという。次の日、クリチコは、会談が開かれるなら、ヨーロッパの代表団や、シビルソサイティのメンバー参加と共に実施されるべきだと、付け加えた。モトリトアニア国家元首のビータータスランズベルギスが、 ユーロ前段に演説する様子。12月15日、12月12日、バリケードの再建に加えて、独立広場にテントを設置する余地がなくなったことが報道された。ウクライナ保安庁長官のオレクサンドル・ヤキメンコが、ロシア連邦保安庁の専門家を招待して、抗議活動を分散させる方法の助言を求めた、と2007年にスペ副長官を務めた。 祖国党の議員ヘンナディ・モスカルが発言した。スペの内部情報源を引用して、衰弱性のガス及びエアロゾルの使用が推奨されたと、彼は述べた。その後、ロシアの人民自由党政治家、ボリス・ネムツオフは、国境警備局によって当国への入国を禁止された。1万人以上が、一晩中広場に居座った。12月13日、大統領、野党の党首3人、 政府の代表者、議会代表、聖職者、シビルソサイティが列席する円卓会議が開催された。全国チャンネルでの生放送はなく、野党党首が話した時に TV チャンネル2つの生放送が中断された。円卓会議を終えると、元大統領クラフチュクは、私は円卓会議を組織しました。そこを放送オフにするのは言語道断です。右手が何をしているかを、 左手が知らないなんてありえないことですと、放送中断を激しく非難した。論争の的として、ユーロマイダンに関与する学生団体の代表だと主張したドミトロ・レビンが、実際には地域投資時の青年部のメンバーだったことが判明した。ユーロマイダンの本当の学生指導者たちは、自分たちは議論への参加に招待されなかったと語り、また学生に対する弾圧の停止や、教育大臣、 ドミトロ・タバチュニクの解任といったデビンの声明は学生ストライキの本当の指導者として的外れなことだと発言された。円卓会議にてヤヌコビッチ大統領は拘束されたデモ参加者への恩赦を提案した。会談後にクリチコは野党を満たすものは一歩も踏み出されなかった。今日の当局は野党の要求一つ一つに耳を傾けなかったとの印象を自分は 持っていると述べた。12月13日、ウクライナ裁判所は11月30日に逮捕された9人を釈放した。またその日、政府代表団が欧州委員会のシュテファン・フューレインと会談した後、第1副首相、セルゲイ・アルブゾフは、ウクライナが EU とのより緊密な関係に関する協定にすぐに署名する予定だと語った。しかし、このことに関連して、 アザロフ首相は、ウクライナが、現状で EU との連合協定に署名したら、これは、必然的に経済の崩壊につながるだろうと述べ、連合協定への署名を延期する決定を擁護した。その前日に、アザロフは、e、EU との自由貿易地域に関する協定の、特定条項の発行期限を延期するよう提案し、EU 当局はこれを拒否していた。米国の上院議員ジョン・マケインが、 キエフにて群衆に演説。12月15日12月14日、ヤヌコビッチ大統領は、キエフ市長のオレクサンドル・ポポフと、ウクライナ国家安全保障、国防会議の副議長、ボロデューミル・シブコビッチを解任した。同日遅くに、ウクライナ検察当局は、2013年11月30日の警察の行動を命令した、際の権力乱用容疑にかかる通知を、 この両名とキエフ警察本部長及び副本部長に提出した。ウクライナ検事総長によると、4人の公務員は、間もなく、全員自宅軟禁されるという。野党党首ヤやニクは、前日の円託会議で、違法な命令をした者とそれを実行した者は、国中がわかるように責任を問われるべきである。マイダンの活動家として逮捕された者は、釈放されなくてはならない。 それが全てだと述べていた。一方、独立広場では、国内で人気のロックバンドケアンエリズイが、おそらく数十万人のウクライナ人に向けて演奏を行い、運動を支援するためにその日は、キエフに20万人以上がいたと推定された。インテルファクス通信によれば、抗議の規模は、翌日20万人に上った。米国の上院議員、クリス・マーフィーとジョン・マケインが群衆に呼びかけ、 彼らの大義に対するアメリカの支持を表明した。EU 拡張委員会のシュテファン・フューレは、ウクライナ当局が署名に270億ドルの援助を求めるというヤヌコビッチ政権の不当な要求を理由に EU は協定行為に関する協議を中止すると述べた。フューレが発したツイートの中で、連合協定に関する大統領や政府の言葉と行為との間には、齟齬があり、彼らの議論は、 実際には根拠がないと彼は述べた。ロシア大統領のウラジーミル・プーチンとウクライナ大統領のビクトル・ヤヌコビッチは12月17日にモスクワで6度目の二国間協議を開催し、そこで2013年12月17日のウクライナ・ロシア間行動計画に署名した。これは150億ドルのウクライナ発行ユーロ債を購入するロシア国立ウエルスファンドと ウクライナに供給されるロシア産天然ガスのコストが1000立方メートルあたり268ドル安くなるといった内容だった。ロシアは行動計画の一環として2013年8月中旬より前に存在していたウクライナからの輸入に関する通貫規則の復旧を明言した。プーチン大統領及びロシア大統領報道官のドミトリー・ペスコフによればこの取引は いかなる条件にも結びつけられていないもので、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア関税同盟に、ウクライナが加盟する、可能性については言及されなかった。またペスコフは、ウクライナの事情に干渉しないことが、私たちの原則的な立場であると付け加え、逆の行動をした他国を非難した。ヤヌコビッチ大統領によると、ロシアとウクライナ間の貿易状況は緊急の、 介入を必要とし、それは他の独立国家共同対処国と調整されるべきだとした。また彼は、ロシア・ウクライナ関係にも言及して、将来のために教訓を学び、そうした過ちを繰り返さないようにする必要があると付け加えた。このほか、ヤヌコビッチ大統領は、ウクライナとロシアが国民にとって便利な条件を生み出す国境を越えた地域環境力を強化すべきだ。 とも述べた。この合意を受けて計画を非難した野党が批准を延期するため議会を即座に封鎖した。そして約5万人が独立広場で抗議行動を続けた。野党党首のビタリ・クリチコは群衆に彼はウクライナの国家的利益を諦め、独立と全ウクライナ人のより良い生活への展望を諦めたと伝えた。野党党首らは必要に応じて信念を呼び、 政協会のクリスマスまで抗議を続けると誓い、第二次アザロフ政権の辞任及び初期大統領選挙と議会選挙の実施を求める要求を繰り返した。また12月17日、ドルはクリチコ当主の生命を狙ったクワダテに関する声明を発表した。西側外交官の声明によると、クリチコのプライベートジェットが11月24日に、 ボルイースピリ国際空港に着陸しようとしたとき、高度100メートル、指定50メートルで、同期は着陸を拒否された。これが2010年のポーランド空軍ツマイナス154、墜落事故と同様の事故を繰り返そうとしたものだと、彼らは主張している。12月18日、アザロフ首相は、ロシアとの協定がなければ、破産と社会崩壊がウクライナを待っていただろうと述べた。 彼はまた、経済改革として、ウクライナが実行不可能なほど厳格な IMF 条件を受け入れねばならなかったので、ウクライナが EU 連合協定に署名する方法がなかった、とも付け加えた。この日も、独立広場での抗議行動が続いていた。12月19日、ヤヌコビッチ大統領は、我々は自由貿易地域協定に署名するために、 どのような条件が出されるべきかを検討するため、一旦休止することを決定した。そしてこの答えは政府によって見出されるべきである。統合問題に関するウクライナの方針に矛盾はない。一般的に、これは統合に関するものではなく、経済関係に関するものであると語った。ただし彼は、自由貿易協定の検討について話し合う場合、これにはしばらく時間がかかり、 依然として多くの不確実性がある。これが短期的、中期的、長期的にどの程度我々に確実に利益をもたらすかを確認するべきであると付け加えた。彼はまた、ウクライナがユーラシア経済連合やベラルーシ、カザフスタン、ロシアの関税同盟におけるオブザーバーという立場で EU 連合協定に関わる場合もあると復元した。なおウクライナはユーラシア経済連合で、 オブザーバーとしての地位を付与されることを期待しており、ユーラシア連合に関しては、ウクライナのオブザーバー参加を検討して、今年8月にアスタナで、書面申請を提出したと述べた。同日、ポーランドのラドスワフ・シコルスキ外務大臣は、ウクライナと EU 間の連合協定に署名するのが、不可能だと言えるべき正式な事実は知らないと述べた。一方、 ロシアのプーチン大統領は12月17日にロシアとウクライナ間の契約についてこれはマイダンと一切関連がなくウクライナが主導する EU との交渉とも無関係である中略我々はウクライナが窮地に陥っていることを分かっており我々がウクライナを支援するべきだとコメントした12月20日 EU の交換は ウクライナが準備ができ次第連合協定に署名する用意が EU にあると述べ、この合意はロシアにとっても有益であり、EU はウクライナがロシアとの協定に署名しているという事実に関しては一切懸念していないと述べた。12月21日、腐敗防止団体ロード、コントロール所属の活動家、ボロジミール・マラロフが射殺され、彼の車は午後11時頃に、 キエフのシェフチェンコ広場で男性二人と共犯者一人によって襲撃されて燃やされた。同団体はこの襲撃が警察の腐敗に関する組織の報告を止めるための当局による進行中の取り組みの一環だったと主張している。伝えられるところによれば、傍観は米国で政治亡命を受けた団体メンバーの所在情報などを提出するよう11月に マラロフに要求していた。今月初旬、ロードコントロールの報道記者と彼の弁護士が2ヶ月間交流された。この記者は12月1日の暴動で使用されたホイールローダーの鍵を盗んだとして告訴され、彼の弁護士は裁判官を攻撃したとして告訴されている。12月22日、抗議行動の第5週目も引き続き10万人がキエフに集結した。この日、 主な野党と無党派がマイダン人民同盟と呼ばれる全国的な政治運動を立ち上げた。そこでクリチコは私たちはどんな場合でもこの場所を離れるつもりはありません。私はあなた方にここマイダンに居続けて新年を祝うことを進めますと群衆に語った。12月23日、ロシアの大統領補佐官ユーリューシャコフはウクライナと EU の関係に 矛盾はないと述べ、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア関税連合及び、ユーラシア経済連合における、オブザーバーの地位を示した。2013年12月24日、ハリコフ繁華街での抗議共賽者に対して、武力攻撃が行われた。彼は12回の刺し傷を受けた。12月25日の早朝、ウクライナプラウダ氏の有名記者でユーロマイダンの社会、 活動家かつ祖国党党員のタチアナ・チョルノビルが、ボルイースピリ国際空港の近くで、大田襲撃された。ユーロマイダン活動家は午前8時に、内務省のピケッティングを呼びかけ、これに数百人が参加して、内務大臣ザハルチェンコの辞任を要求した。チョルノビルは、微骨折、脳震盪、複数の打撲症で入院した。複数の野党が攻撃の背後にいる当局を非難、したが、 一方で地域党のオレナ・ボンダレンコが発した声明はこの攻撃をユーロマイダンによる自発的暴力だと分類して野党を非難した。12月27日法律が通常運営の中断につながる建物のダッシュに対する刑事責任をウクライナ刑法に導入した。12月29日チョルノビルへの12月25日の襲撃によって再活性化し 再び数万人がキエフに集まった。参加した1000人以上の抗議者を詰め込んだ約200台の車がキエフ郊外の10キロメートル離れたヤヌコビッチ大統領のメスイヒレア邸宅に行進した。大晦日の夜に20万人がユーロマイダムに参加して一堂で祝った。1月1日、第二次世界大戦時代の物議を醸した民族主義者。 スティパン・バンデーラを支持する生誕日の対明更新を1万5000人が開催して、キエフを練り歩いた。1月3日、警察に尋問された後で自由党の議員、アンドリー・イリエンコと彼の弁護士が襲撃され、キエフ警察署の外で激しく殴打された。双方とも大怪我をした。同党によれば、イリエンコは主に顎の骨折と診断されて、脳震盪の治療を受け、 警察によると鼻を骨折した。この襲撃は自由党の党員がシェフチェンキフスキーの警察署から出てきた後に起こった。同党はこの攻撃を殺人未遂と呼んだ。祖国党議員アルセン・アバコフによると最近キエフの抗議者たちは定期的な停電を経験していた。この犯行を防ぐため国会議員はキエフ市当局や電力会社と5回の会合を持ち、 バックアップ発電機を設置した。アバコフによれば、独立広場からゴミを片付けて、広場に木材を持ち込むことには、何の混乱もなかった。1月10日、ベルクト機動警察隊は、キエフのスビアト新地区にある地方裁判所付近で、抗議者と衝突した。ウクライナ愛国者団体のメンバーは、存在しない、霊人像を爆破しようとしたことで6年の刑を宣告され、 批評家たちは、この裁判手続きを虚偽と称した。裁判所の判決が発表されたことで100人以上の抗議者が、囚人輸送バスを妨害することを決断し、これを受けて数百人の機動隊が派遣され、彼らは、催涙ガスと警棒を使用した。十数名が負傷し、手足の複数骨折や頭部外傷など、重傷の人も何人かいた。野党党首の有利ェンコも。 負傷者の一人で、頭部血まみれの写真を撮られ、集中治療のため病院に運ばれる前に意識を失った。目撃者の証言によると、警察は、ルゼンコを標的にし、彼をバスに引きずり込むとそこで彼をを出した。自由党の党員も三人が負傷し、二人の報道カメラマンは警察によってカメラ機材を破壊された。EU と米国の当局者は、この攻撃を非難し、 警察と抗議者の対立に介入しようとした、ルゼンコがユーロマイダンの英雄として記憶されるだろうと、ウクライナ駐在米国大使、ジェフリー・ピアットは発言した。野党党首3人は、この暴行を殺人未遂とみなして非難する共同声明を発表した。1月12日、独立広場で1万人から5万人の抗議行動が行われた。1月15日、裁判所は、 キエフでの抗議行動と公共の集会を再び禁止した。このことで野党は独立広場が翌晩ベルクトの特殊警察部隊により片付けられると考えるようになった。1月16日、ウクライナ議会にて地域党とウクライナ共産党の議員が抗議取締法を可決し、抗議の際に採用されていたユーロマイダン野党のすべての手法を犯罪とした。 同法律は政府庁舎の封鎖に対して懲役10年を導入した。他にもフェンスマスクやヘルメットを着用した抗議者に対して高額の罰金と懲役刑、公共の場所におけるテント、舞台、増幅機といった設備機器の無許可設置に対する罰金と懲役刑、5台以上の車による車両渋滞を作る人たちに対して運転禁止などが導入された。 また、国会議員の罷免を容易にする法案も承認された。他にも、海外の政府や財団から資金提供を受けた非政府組織のメンバーを海外工作員として特定し、ソーシャルメディアを通じて誹謗中傷を広める行為に対して、懲役2年政府当局者への誹謗中傷に対して1年週間の厚生労働、インターネット接続可能なメディアやプリペイド式、 携帯電話サービスの購入者登録義務などが承認された。フィナンシャルタイムズによれば、野党議員が主要な議事堂を選挙している間に11件の新たな法律が承認され、その評決は実際に数えるには、早すぎる議員たちの挙手によるもので、時には5秒で終えたものもあったという。議会にて、野党はその日に暗黒の木曜日との衣装をつけて、本日、 ウクライナの議員内閣制は死んだと発言し、この法律が保障するのは、集会の権利、弁論の権利、生存権のない独裁政権で、そこには法律も公民権も法的手続きも存在しないと述べた。地域党分派は、野党派閥のメンバーが議会で、同僚たちから投票札を奪い去ったため、野党が通常投票を妨害していたと主張した。 地域党の議員オルフッツァ・リョフは、この法律が進行中の政治危機のさらなる拡大を防ぐことを目的としていると語った。欧州安全保障協力機構はこの法律が恣意的に解釈されかねないもので、報道の自由に対する不相応な規制につながり、討論や批判的見解を封じてしまう恐れがあるとして、ヤヌコビッチ大統領に拒否権を発動するよう要請した。 1>, 1月16日の氷結への反応で欧州近隣政策拡大交渉担当委員のステファン・ヒューレはこうしたウクライナの欧州路線からの転換を見て深く失望していると語り自分はこの法律が市民社会とのパートナーシップを規制することを目的としたものだと考えていると表明した欧州連合外務安全保障政策上級代表のキャサリン・アシュトンの批判は ウクライナのシビルソサエティ団体の活動を大幅に抑制するように思える変化と国会議員の権限破棄手続きを簡素化するように思える変化を等しく懸念しているというものだった。さらに彼女はこれらの決定が修正されウクライナが国際公約に沿ったもので運用することが確実となるよう私はウクライナ大統領に要請しますと付け加えた。ドイツ外相 フランク・バルター・シュタインマイヤーのこの法律への反応は公民権の制限はウクライナを欧州から遠ざけるだけであるだった。米国国務省は本日のラダによる行動の手続きと内容はいずれもウクライナの民主主義的規範への約束に深刻な疑念を投げかけるものであると深い懸念を表明した。海外の批判に応じてウクライナ外務大臣のレオニード・コジャラは 事態の実情を反映しない一方的な声明や発言を避けるよう外交官らに促した。彼はまた1月16日にウクライナ議会によって採択された法律は大部分のヨーロッパ諸国の法律にすでに存在しており、一般に受け入れられている民主的基準と国際観光に適合していると述べたその翌日、ヤヌコビッチ大統領は法案に署名し、 ウクライナ陸軍の司令官、ヘンナディボロビエフを解任した。大統領首席補佐官のセルハイ・ロボチキン並びに、大統領報道官1名が、この法律に抗議して辞任した。新たな法律施行に従い、内務大臣のザハルチェンコは、核犯罪は、我々の側で厳しく対処されるだろうと宣誓した。キエフにて20万人の活動家が、抗議取り締まり法に反対抗議。 1>, 1月19日、1月19日、9回連続となる日曜日の大規模抗議では、キエフ中心部に最大20万人が集まり、新たな抗議取締法を独裁法と言い換えて、抗議を行った。この集会には、野党党首が出席したほか、タチアナチョルノビルが、当局側による襲撃を受けて、以来初めて公に姿を見せた。抗議者の多くは、 パーティーの仮面をつけて顔の隠蔽禁止に反対し、それ以外はヘルメットとガスマスクを着用していた。オートマイランの指導者、ドミトロ・ブラトフは野党候補者を一人指名するよう要求し、群衆はこの行動に応じる指導者にことを唱えた。祖国党の党首アルセニー・ヤツェニクとオレクサンドル・トルチノフは新たな代わりの議会が創設されると宣言した。 ヘルメット着用の抗議者が警察と対峙する。1月20日散弾銃を使用しつつ、群衆の中に火炎瓶を投げる警察の写真。1月22日元ウクライナ海軍少将を含むユーロマイラン活動家たちは、犯罪的体制ではなく、ウクライナ国民への厳粛な忠誠を軍に訴え、軍と警察の隊員たちに犯罪的命令を実行しないよう訴えた。 暴力命令を拒否したために解雇された人々は、ウクライナのための新政府が設置されれば、復職するであろうと、活動家たちは断言した。数千人がフルシェフスコホ通りを経由して、国会議事堂に降りてきた際に衝突が勃発し、警察の非常警戒線、軍用車、ミニバン、バスの封鎖に遭遇した。抗議行動は暴動へとエスカレートし、警察との衝突が勃発した。 フルシェフスコホ通りの暴動は1月19日から21日まで続きユーロマイダン活動家と野党党首の双方が関与していた1月21から22日にかけてこの暴動中に3人が死亡した1月21日に最初の死亡が起こりベルクト警察と対峙している最中に22歳の男性がディナーモスタジアム前にある高さ13メートルの コロネード頂上から転落して、彼は背骨の頸椎を骨折した。この事件報道は男がオーダから逃れるために建物から飛び降りたのか、転落したのか、あるいは警察に押されたのかで議論となった。2番目の死亡は1月22日午前6時に発生し、警察が衝突地帯のバリケードを登っている抗議者を射殺した。 彼は頭部他4カ所に銃弾を受けたと報道されており、病院搬送する以前に現場で即死だった。3人目のベラルーシ人男性も警察に射殺された。衝突は大統領府近くのルーテル通りに拡大し、抗議者たちは火炎瓶を高く放り投げていた。病院での治療を要請していた活動家が姿を消したように思えた時に危険が生じた。 著名なユーロマイダン活動家、イーホルルゼンコというリベルビツキーが1月21日午前4時に、キエフ市内の病院から正体不明の男性5人によって拉致された。翌日、ルゼェンコは森の中で殴打された状態で発見されたが、ベルビツキーは殺害されており、その遺体が1月22日に発見された。負傷した抗議者が現地で手当てを受ける様子。 激化する暴力に対応して警察は暴動と抗議活動を止めさせる措置を強化することを政府から許可された。警察は今や町への往来を制限するための道路封鎖が可能となり気温に関係なくボートに対して高圧放水を使用できるようになった。それにもかかわらず約5万人が支持を示すためユーロマイダンにやってきた。戦車隊は チェルニーヒウからキエフまで鉄道経由で移動していると報道されたが政府筋はそうではなく戦車がオデッサに向かうところだったと主張した。1月22日大統領は衝突における功労を理由に警察と軍の様々な人物にいくつかの勲章を授与した。物議を醸したこととしてヤヌコビッチ大統領はウクライナ政教会のフィラレートに報酬を授けようとしたものの これが拒否された。野党党首は要求に屈するため24時間の猶予を大統領に与えた。翌日までに要求が満たされない場合、抗議者は攻撃を継続するだろうとビタリクリチコは政府に警告した。一方、ヤツェニュクは明日私たちは一緒に進んでいく。もし目前に弾丸があるなら、その時は目前に弾丸があるということだと述べた。 この意思表明に続いて、ウナウンソは、銃を所有するすべてのウクライナ人に、マイガンを守るため武装するよう呼びかけた。国内軍が陣取る方向に、火炎瓶を投げている、旧新橋港の抗議者1月22日、少なくとも3機の戦車が、突然、チェルニーヒーから配備された。公式には、戦車隊は、オデッタ州に移送されており、キエフには向かっていないとのことだった。 1>, 1月23日、国内の複雑な事情からすべての戦車が高級基地の場所に戻されたことが発表された。午後7時、警棒で武装してマスクをつけた男性20名強がキエフのテレビ局を襲撃した。その後、反ユーロマイダン団体、クリーン式を求めるキエフ市民から数千人の抗議者がキエフの米国大使館を包囲した。群衆の指導者、 イヴァン・プロゼンコは、キエフでの出来事について、米国の資金供与と干渉を非難し、ピケ参加者たちは、大使館に卵を投げた。その後、大使館ピケ参加者の多くはそのピケッティング参加時の、報酬が払われなかったことで主催者との抗論に、終始してしまった。1月23日の早朝、警察は、赤十字のユーロマイダン医療センターに突入して、破壊した。 前日の夜から引き続き、ユーロマイン報道を行ったチャンネルに対する全国規模のテレビ放送停止が実施されていることや、インターネット及びソーシャルメディアの遮断も継続中で、あることが活動家団体によって報告された。警察と軍が全国規模で動員されていると活動家からの報告がなされた後、ビーンヌイツヤを立った警察機動隊がキエフへ、 配備されるという自分たちの命令を拒否した。オートマイダン活動家がマリンスキー公園で襲撃され、殴打ーーされ、警察に拘束された。10台近い車両が窓を割られたりタイヤをパンクさせられた。ルスラナはこの攻撃を綿密に計画された待ち伏せと呼んだ。BBC のインタビューでベルクト隊は火器を使用できずにいたとウクライナのアザロフ首相は断言した。外気温が 氷点下の間、警察も、また高圧放水を運用していた。フルシェフスコアホ通りからの煙を、独立広場から見た様子ユーロマイダンの活動家たちは、ベルクト隊と、ウクライナ国内軍兵士による警察や、軍の蛮行を複数回記録し、その際に、警察官は活動家のほか無作為に人々を、攻撃したり、角の悪口で侮辱したり、服を脱がせて、彼らを裸にさせていた。 YouTube に流出した映像だと、キエフで国内軍はユーロマイダンの活動家を母校及び侮辱しており、彼は殴打された後に寒い中で裸にされ、将校たちによって写真が撮られた。映像は、至近距離で将校により流出となったもので、警察階級の蛮行があったことは、明白だった。BBC ニュースは、フルシェフスコホ通りの暴動を撮影している。 別の抗議者にインタビューしたところ、警察に殴られ、刺された。1月23日の報道で、機動隊は、従来のスタングレネードに、釘や、その他金属兵をテープとめした、即席手榴弾の使用に従事していたことが、明るみとなった。1月23日、ベルクトは、ユーロマイダン医療サービスの22歳のボランティアを、拘束して、彼女の身分証明書をすべて押収し、 彼女を市内から連れ出すと、ビーシュホロド近郊の森に置き去りにした。従来の青と金ではなく、赤と黒を使ったトルイーズ部。1月23日、現役ベルクト警官の妻によると部隊は自分たちの家族を都市から避難させるよう命じられていたことが報じられた。FC ディナムキエフは革命に対する指示の証として、 赤と黒を使ったトルイーズ部でフェイスブックページを更新した。FC シャフタールドネツクのファンもユーロマイダン運動を背景に彼らの指示に回った。1月23日、ウクライナ国内軍の兵士には軍法執行機関への国家栄誉という称号が付された勲章が授与された。恩賞は東部領土司令部の3057と3037の軍事部隊に授与された。 1>, 1月24日、ヤヌコビッチ大統領は、異名が付けられた、独裁法を改正すると述べ、我々は、野党と共に解決策を用意して妥結するつもりである。我々はこれらの法律改正に投票して、あらゆる問題を解決する所存であると発言した。同会談で彼はまた、野党党首との対話を継続する所存である。自分は、この紛争を阻止して、暴力を停止するために、 できる限りのことをするつもりです。適切な書面でこれを実行できる場合は、それを適切な書面に残しておきます。もしできない場合は、あらゆる合法的手段を使用しますとも述べた。さらに1月24日、内務大臣のビタリーザ・ハルチェンコが、警察は独立広場を一掃するために強制的行動をとる、つもりがないことを保証した。 1>, 1月25日東ヨーロッパ時間0時40分に内務省は警官3人に対する暴行でユーロマイダンの治安部隊を告訴した。内務省はそのプレスリリースでいわゆるマイダン治安部隊が勤務中の警官3人を襲撃したと述べている。そのうち1人は即座にナイフで殴られ拘留された軍人は視聴者に拘束された。現在、 その負傷者は解放され入院しているが、他の二人の運命は不明である。内務省は民間服を着て家路を歩いていた警官が頭を撃たれて殺されたと主張した。同日、内務大臣のビタリー・ザハルチェンコは、法執行機関が受け取った情報によれば、会員の労働組合とキエフ市庁舎に銃器が積み上げられている野党党首は、 求心的勢力と決別したいと思っておらず、しかも彼らをもはや統制することができず、ウクライナ人を危険にさらしていると主張した。野党はその活動家たちが警官を捉えたことを否定し、内務省の声明を挑発的なものと称した。また、銃器の積み上げについても否定して、マイダンに破壊的行動を取るため当局が意図的に結成した。 犯罪集団を設定したのだと当局を非難した。あとの1月25日にザハルチェンコは拘束された警官2人を抗議者たちが解放したものの、拘束された警官は拷問されたため、現在入院していると語り、最もひどい過激主義がキエフにて見つかったと述べた。 フルシェフスコホ通りの暴動が始まってから3度目となるヤヌコビッチ大統領と3大野党投資官の会談が全ウクライナ協会宗教団体評議会の要請で1月25日に開催された。この会談中にヤヌコビッチ大統領はウクライナ首相の地位をアルゼニー・アツニュークに人道問題を担当するウクライナ副首相の地位をビタリクリチコに移譲した。政府はまた 彼らが掌握した行政府庁舎を解放することに同意する抗議者に恩赦を与えた。また会談中に、ヤヌコビッチ大統領は国民投票、または2004から2010年当時の憲法に戻ることを議論するためのウクライナ議会全政党を含む作業部会の結成による法整備を通じて、ウクライナ憲法の変更を検討することを約束した。 法務大臣のおレナルカ氏によれば、仮に、ヤツェニュクが首相職を受け入れるのなら、ヤヌコビッチ大統領は、第二次、アザロフ政権を解散させることになる。にもかかわらず、ヤツェニュクは、野党が概ね政府の指導力を受け入れる準備ができているのに、ヤヌコビッチ大統領は依然として、野党のいくつかの主要な要求を満たす必要があり、会談は継続していく見込みだ。 独立広場の大群衆に伝えた。その後の記者会見で、ヤツェニュークは、自分たちは、その提案を放棄してはいないが、それを受け入れてもいない。我々は、野党勢力三者間で真剣な協議を行っていると、述べた。野党党首が話し合って約1時間後、フルシェフスコアホ通りの暴動は続いていた。ユーロマイランの過激派、スプリーナ・スプラーバが占拠したことで、 法務大臣のオレナルカシュは、緊急事態の発令を要請すると脅した後に、法務省を非難させた。1月27日、国防省は、軍人の大幅な昇給を発表し、内閣閣僚は、ベルクト・アンドグリフォーム部隊の規模を6倍の3万人に、増やすという秘密決議を採択した。また彼らにはより多くの権限が与えられ、追加弾薬のために準備資金が蓄えられることに、 なった。法務省はその後で自警団の市民パトロール合法化を命じ、これは警察側の傭兵部隊に適用される模様である。報道によると政府は、キエフ市内にある30の街道を閉鎖する計画をしており、内閣は戒厳令の導入準備をしていた。1月28日、アザロフ首相は、ヤヌコビッチ大統領が招集したウクライナ、 最高議会の特別緊急会議に辞任を提出した。その後、大統領は辞任を承認して内閣を解散する発令に署名したが、この発令はウクライナ最高議会が新内閣を承認するまで有効とならないものである。そのため、第2次、アザロフ政権は暫定政府として継続した。アザロフは副首相のセルゲイ・アルブゾフに引き継がれた。辞任の数時間後、 アザロフはしばらく戻らないつもりでオーストリアに逃亡した。自由党党首のティアニー・ボクはアザロフが迫り来る不信任決議を前に辞任したと語った。さらに地域党が野党議員と結託して1月16日に可決された12の抗議取締法のうち9つを廃止した。規制の一部が廃止された限定的な形を承認することで野党議員は妥協した。 例えば、記念碑破壊を犯罪とする規定は復活したが、第二次世界大戦を記念する彫像などファシズムに対する戦士たちの記念碑だけに対象が限定され、霊人像の破壊はもはや犯罪ではないとされた。1月29日、ウクライナとの合意を尊重するとの制約にもかかわらず、ロシアが国境でウクライナ製品に対する厳しい出入国管理や、 その他規制を再開した。ロシア税関は物品への関税をここから40%引き上げた。1月29日、ウクライナ西部のナンバープレートがついた車両約23台がキエフで燃やされ、31日にはウクライナにあるカナダ大使館職員の車が燃えた。これら行動の手柄はレッドセクターと呼ばれる新たに結成されたテロリスト集団だった。 書面での犯行声明で、レッドセクターは、そうだ、本日我々がキエフにやってきた、バカな奴の車を、たくさん燃やしてやった。それをめちゃくちゃにしたのは、彼らが、指導者だと考えてのことだ。革命にはならないだろう。もしも一般人の財産に損害を与えていたので、あれば、我々は、お詫び申し上げる。だが、お前たちは理解する必要がある。 我々の積極的行為がなかった場合ファシストはお前たちを気に入らないとの理由で明日お前たちの住居内にテントを設置していたかもしれないのだ。それに奴らは法律など気にしてはいないと述べた。1月30日政府公式サイトによるとヤヌコビッチ大統領は呼吸器疾患と高熱のため病気休暇を取った。クリッチコヒキールドルの党員によればこれはヤヌコビッチによる 戦術的な動向に過ぎないもので、ヤヌコビッチが法律に署名せず、野党に合わず、政治危機を解決する決定から逃げられるようにしたものだという。1月31日、ヤヌコビッチ大統領は1月16日のいわゆる抗議取締法を無効にする1月28日の法律に署名した。ヤヌコビッチは、その翌日、プーチン大統領と会談するため一週間モスクワに、 行くと発表した。30日の遅くにオートマイダンの指導者、ドミトロ・ブラドフが生きて発見されたが、彼の体はボルイスピリに投棄されて凍結していた。彼と連絡を取った報道記者は顔が傷ついてひどく殴られ血まみれの服を着ていた写真を見せた。彼の耳は切り取られて手には釘が刺さっており、彼は貼り付けにされて 拷問を受けたような兆候が見られた。ブラトフによると、彼を拉致した男性はロシア語のアクセントで話していた。野党党首のペトロ・ポロシェンコは、ブラトフの拉致者がイゴールルツェンコを誘拐したり、ユーリ・ベルビツキーを殺害したのと同一人物の可能性がある、というのもブラトフは、他の二人と同じ森の中で発見されている、と指摘して一連の同じ質問をした。 野党党首のヤツェニュークは、最近のブラトフの事件は、ラテンアメリカのように、現在ウクライナに、死の部隊が存在するという事実の証拠だと述べた。警察は、彼の負傷と話が、市民の否定的な反応を引き起こすため自演した、可能性があると示唆し、彼及び他のオートマイダン活動家を、大規模な騒動を引き起こしたとして、国の指名手配リストに掲載した。月日、 警察は、ブラトフを、キエフの病院から逮捕しようとしたが、彼を保護していた抗議者たちによって阻止された。私たちは、ミュンヘンで、殺人、虐待、拷問、拉致、ジャーナリストが狙われて撃たれた事件のすべての事実について、国際調査を開始するつもりだと、祖国党党首のヤチェニュクは語った。EU の政治家、カール・ビッドは、ブラトフに対する犯罪を犯したと、 ウクライナ当局を非難し、その行為が処罰されずに済んでしまってはならないと述べた。国際連合人権高等弁務官事務所の広報官は調査を要求した。ウクライナ外務大臣のレオニード・コザラは、肉体的には、この男性は健康状態良好で、頬の傷だけが残っていると述べた。BBC は、ユーロマイダン活動家と間違えた警察によって、キエフの外で、 政府支持者を乗せたバスが停車させられ、暴行を受けたと報道した。乗客が、私たちは、あなたと同じ側にいると叫んだにもかかわらず、警察は乗客を大出し始めた。この長距離バスは、ナンバープレートが、ウクライナ西部からだったため襲撃されたもので、実際にはこの団体は、クリミア南部の都市セバストポリから来ていた。1月31日、内務大臣のザハルチェンコは、 秩序を回復するため、RPO ロケットランチャーを抗議者に対して使用することを正式に要請した。2月1日、内務省は軍隊による火炎放射器の使用は不正確で、シュメリとシュメリエムは催涙イイガスのグレネード弾であるとコメントした。1月31日、ウクライナ保安庁はクーデター準備の件で野党の祖国党を告訴した。日曜日の2月2日、 独立広場で行われた抗議行動の数は約5万人だった。2月3日、ヤヌコビッチ大統領は4日間の病気療養の後、職務を再開した。地域党の政治家、ユーリー・ミロシニチェンコによると、その日に彼は緊急事態を宣言するつもりは一切なく、そちらも、また我々の市民なのだから、キエフの主要な抗議場所である独立広場を一掃するために、軍隊や、 その他部隊を使うつもりも全くないと語った。一方で報道によれば EU、米国共同の財政援助パッケージがウクライナでの危機を終わらせるために準備されていた。2月3日、欧州委員会の委員長、ジョゼマヌエル・ドゥランバローゾはウクライナの署名に誰がより多くのお金を払うかを告げることになる入札競争に私たちは参加するつもりがないと記者団に語った。 ウクライナ独立通信社は2月3日正午の独立広場とフルシェフスコホ通りの状況を穏やかと表現した。それは独立広場で1000人の抗議者、フルシェフスコホ通りで50人の抗議者を報道するものだった。2月4日、野党は拘束された抗議者全員に対する無条件の恩赦を押し通そうとして失敗したものの、ウクライナ議会では2004の2010年時期の 憲法が復活した。議会の大統領が話題理人、ユーリー・ミロシニチェンコによれば、交渉プロセスはまだ継続中であるものの、この状況から我々が抜け出せそうな光明の兆しが見えてきています。中力我々は前に向かって動き始めました。同日、米国副大統領のジョー・バイデンは電話で、ヤヌコビッチ大統領に政治的危機を解決するために、 国際的支援を受け入れるよう促し、機動隊の撤退、交流者の解放、ジャーナリストや抗議者への襲撃責任者を起訴すること等を要請した。2月4日と5日に、キャサリン・アシュトンがウクライナを訪問し、ウクライナの野党及び、ヤヌコビッチ大統領と会談した。2月5日、ウクライナ議会は法律を可決しなかったが、議長のボロディミール・ルイバークによると、翌日の作業には、 派閥のリーダーと憲法改正に関する法律を準備するための作業委員会が予定されていた。野党党首のヤツエニュクはドイチェ・ベレのインタビューで私たちの長期計画は9月までに新憲法草案の準備とその採択を見越しています。短期観測としては新憲法を採択するまでの暫定的決定として2004年の憲法に戻ることですと述べた。彼は自分が 首相になる準備を整えていたが、それは政府内に野党の代表がいて2004年の憲法が再施行されるだけになると付け加えた。2月6日、地域党分派の党首オレクサンドル・イエフレモフは自分の派閥がウクライナ憲法の修正草案に参加する予定だと語り、私たちは草案をこの道筋で見ている。9月には国の主要な法律を 現在の自分たちの社会に対応する条項と同列にして自分たちで運用していくべきであると付け加えた。2月6日、医薬品のラベルが貼られた小包に入っていた爆発装置が独立広場付近の労働組合の建物で爆発し、リビウ州出身の活動家二人が負傷した。この爆発は、ウファセクターの革命本部がある5階で起こった。被害者は、 自分に爆発物を渡した男はロシア語をアクセントで、ウクライナ語を話しており、爆発物の入っている箱を自分に渡す前に、英雄的犠牲者を称賛していた、と述べた。同国の国際展示場では、さらに強力な他の爆薬が発見され、オートマイダンの運転手がそれを撤去した。祖国党議員の霊ャ・オロベッツは、内部情報源を3つ挙げて、 作戦の全体像はその本部内で政府に反して爆発物を準備している過激派組織として右派セクターを仕立てるつもりだったと考えられると語った。翌日内務大臣のザハルチェンコは爆弾が作られている間にその爆発が起こったことを示唆してなぜなら右翼の過激派集団は平和を乱す準備をしておりテロ攻撃でさえ何らやめるつもりがない。このことは 私たちが持っている運用情報と爆発の舞台になった国際展示場での直近の事件によって証明されているとした。オロベッツは負傷から判断して、それは自家製の爆発物ではない。爆発の力は、それが軍事兵器からのものであったことを示しているとして、それは現地で作るのが無理な爆発物だと主張した。 外務省のスキャンダルは、米国国務省のヨーロッパユーラシア、担当国務次官補、ビクトリア・ヌーランドとザイクライナ米国大使のジェフリア・アール・パイアットとの会話が傍受されて、YouTube にアップロードされた時に明るみになった。2月6日、ウクライナ検事総長のビクトルプションカは259人に、新しい音社法が適用され、一部の約70人は拘留されたままだと述べた。 彼は2月17日までに抗議者がすべての行政不調者を例外なく解放しバリケードを解体してウクライナ全域で輸送ルートの封鎖を解除した場合にのみ恩社法が適用されると述べた。2月6日、ロシアのプーチン大統領の上級顧問セルゲイ・グラジエフはコメルさんとのインタビューで米国が安全保障に関する1994年の ブダペストを吠え書きを無視していたと語り、なぜなら、米国は、ウクライナの反対勢力に週に2000万ドルを費やして、反逆者に武器供給等をしていると主張した。とりわけ、アメリカ大使館の敷地内では兵士向けの訓練が行われており、そこで彼らが武装しているという情報があると断言した。また、ブラジエフは、当局がクーデターの計略に遭遇した場合、 当局としては単に他の選択肢はない。さもなければ、この国は混乱に陥ってしまうと示唆した。グラジエフによると、この文書によれば、ロシアと米国は、ウクライナの主権と領土一体性を保障しており、率直に言って、この種の紛争状況が起きた際に介入する義務がある、という。2月7日、ヌーランドは、キエフでの記者会見で、 米国はウクライナに支援を提供する用意ができているがあくまで人権保護、尊厳、紛争の縮小、政治改革の方向へと迅速に移行する場合でありそうでなければ EU と IMF と米国はウクライナに財政援助を提供するつもりがないと語った2月9日野党党首は国内全土で自警団の結成を発表したクリチコはドル等を通じて 人々が時警団に参加契約可能だと述べ、ルゼンコは抗議者らを保護するため野球のバットとヘルメットを握るよう人々に呼びかけた。政治学者オレクシー・ハーランはソチでのヤヌコビッチとプルチンの大統領会談が抗議行動を強制的に解散させる許可を得るために行われたものだと推測した。後にユーロマイ団の時警団は コンピューターサーバーと活動家の記録が収められた部屋を見つけ、これが労働組合の建物爆発における爆発物が作られた場所と考えられた。この建物は教育大臣ドミトロ・タバチュンクが所有している。2月15日、ウファセクター連合の一つ、社会民族主義議会の指導者が行方不明になったと報道された。s n a は 彼が姿を現さなければ自分たちは行動を起こすことになると警告した。2月15日、反マイダン団体、クリーン式を求めるキエフ市民のメンバーがバリケードを解体しようとして自由党の組織した自警団と争いになったとポドロブノスチが報道した。警察はクリーン式活動家が自警団10人に殴られたと報告した。現地にいた活動家によると、 バリケードを攻撃したクリーンシティの活動家は警察側の傭兵で金をもらった当局側工作員だと非難され写真ではロシアのセントジョージリボンをつけた姿が見られた2月17日のウクライナ抗議者の恩赦に関する法律は2月16日の夜までに条件が満たされた後のことだったウクライナ独立通信社の特派員によれば キエフのいくつかの通りは封鎖されたままだった。また2月17日、ロシア財務大臣のアントン・シルアノフは、今週ロシアは2013年12月17日の、ウクライナへの融資150億ドルの打ち次の20億ドルのトランシェを解放する予定だと発表した。2月18日、キエフにいるユーロマイダン抗議者2万人が、ウクライナ議会に前進し、 ウクライナ憲法を2004年以前の形に戻すことを指示した。警察と抗議者は実弾とゴム弾の両方で銃を発射し、また警察は催涙イイガスと先行手榴弾を使用して粗末な武器と爆発物で戦ったデモ参加者数千人を撃退した。最も深刻な衝突はマリンスキー公園、フルシェフスコホ通り、インスティチュツカ通りで発生した。 日中に起きた両者の衝突後、警官10人を含む少なくとも26人が死亡、1100人が負傷した。警察はその後、独立広場の主要な抗議キャンプを強襲した。ヤヌコビッチ大統領が停戦と平和的デモへの復旧受け入れを拒否した後、野党党首のヤツェニュークは我々は本当に自国史上最も劇的なページの入り口にいると語った。 2月19日に警察の検問所、公共交通機関の制限、学校の閉鎖がキエフ当局から命令され、ウクライナプラウダ氏によればこれは事実上の国家非常事態とされた。首都への交通が麻痺しているため、インタビューで国会議員の一人は非常事態が事実上全国規模で実施されていることを認めた。ロシアは公式に ウクライナでの内政介入の件で警告されている。2月20日、総務大臣のザハルチェンコは、抗議者に対して、実弾使用を許可する法令に署名したと発表した。同日、ボルイースピリでは、ロシア政府の、ウクライナシナリオ専門職員ウラジスラフスルコフを、含むロシア側代表団7人が非公式に到着した。この代表団は、 ウクライナ保安庁の隊長法局長官に迎えられた。ロシア外務大臣のセルゲイ・ラブロフによれば、ロシア連邦保安庁職員の一人、セルゲイ・ベセダ大佐がキエフに到着してロシア大使館の適切な警備レベルを確保したが、これは自分たちの同僚を迎えに、ロシア大使館から到着した人が誰もいなかったため可能性が低いと考えられた。アンドレイ・ソルダトフによると、代表団は、 ヤヌコビッチとの絆を保証するために、キエフを訪れた。2月21日、ヤヌコビッチ大統領と議会は、2月22日と23日を、大規模な騒乱の結果として、人命を失ったことに対する、新たな追悼の日と宣言した。独立広場では、クリチコが、間もなく、議会にて自分と野党がヤヌコビッチの弾劾について、投票することを発表した。議会にて、 ボロディミール・ルイバーク議長は、病気を理由に辞任を提出した。ハリコフに逃亡したとのメディア報道にもかかわらず、ヤヌコビッチの所在は不明であった。オレクサンドル・トゥルチノフは、ザハルチェンコ内務大臣ほか大半の大臣と、ヤヌコビッチ大統領が、実際のところ失踪したと主張し、残された、唯一の正当な機関はウクライナ最高議会であり、だから我々は今日投票するために、ここにいます。 今日の主な任務は新しい広報官、首相、内務大臣の投票をすることですと述べた。議会は新しい広報官としてトゥルチノフを評決し、ティモシェンコは監禁から解放された後キエフに向かい、ユーロマイダンで数千人の抗議者に演説した。2月23日、トゥルチノフは暫定の大統領代行としても選出された。南部地域と 東部地域の議会で同議員らは決議を可決し自分たちが領土内の憲法秩序を守る責任を負う用意があることを宣言した。彼らはキエフでの最近の出来事が国内における中央権力の麻痺と不安定化につながったと主張した。抗議者たちは独立広場のバリケードを2014年5月25日、つまり2014年ウクライナ大統領選挙の日まで 立てておくと主張した。5月25日にビタリ・クリチコがキエフ市長に選出されて以来、キエフ当局は抗議者側と独立広場を片付ける交渉をしていた。2014年8月7日、活動家とウクライナ国家親衛隊のキエフ1キエフ2大隊との衝突後、バリケードとテントの一部が撤去された。8月8日の朝、 国家親衛隊が前日捉えた囚人の釈放と引き換えにマイダン時計団の一部と市長事務局との間でフレッシュチャーティク通りの解放が合意された。クリチコ市長は8月9日の朝にマイダンの片付けを手伝うようキエフ市民に呼びかけた。その日、約束通りフレッシュチャーティクを片付けるだけでなくマイダンのほぼ全域が一部のキエフ市民によって急遽片付けられ。 私服警官が雇われた。解体は8月10日まで続き、住宅用テントは一つも残っていなかった。クリチコが部隊を残すと約束したにもかかわらず、キエフ一大隊は部隊の解体に取り掛かった。それは活動家とキエフ市民によって部分的に再度組み立てられ、8月10日正午に正常に使える状態になった。ありがとうございます。